ちょっと憂鬱。なんだかすっかり秘密結社の一員っていうより普通のフリーターみたいな生活をしちゃってるな。アルバイトをして生活費を稼いでぼんやりしてるうちに一日が終わっちゃう。この町には引っ越してきたばかりで表の生活が忙しかったし、だからマスターが気を使って仕事を振ってくれなかっただけだったらいいんだけど、あの人本当に大丈夫なのかな。ちゃんとラビリンスの目的を覚えてるのかな。うわあ、私だけでも独自に動いて調査とかすべきかも。マスターってば最近引きこもって何してるのかと思ったら新作クレープとか作ってたしね。やる気がなさすぎる。まあ焦って動いても仕方ないんだけど、ちょっと途方に暮れちゃうな。こんな調子でちゃんと弟と再会できるのかな。いいように便利に扱われてるだけじゃないかな。今日も不意に呼び出されたから何事かと思って用事をほっぽり出して駆けつけたのに、クレープ屋台の店番をしてとかいう比較的どうでもいい要件だったし、まあ私やりなちゃんにお店を任せてる間はマスターは世界の謎について探求してるはず。大抵きっちり新しい情報とか持ち帰ってくれるし、期待して待ってよっと。ストレスは美容に良くないし気楽に。いらっしゃいませ。って、あれ、ようこそクレープ屋台ラビリンスへ。会えて嬉しい。お姉ちゃんちょっぴりナーバスになってたから。生き返る。君の存在がお姉ちゃんに心の健康と肌つやを取り戻させてくれるの。ごめんね、抱きついちゃって。明日ないね。そっか、こないだこのクレープ屋台のビラを渡したもんね。その割引券を使おうと思って来てくれたんだ。よかった、私が店番してる時に来てくれて。おかげで君と会えた。どんどん注文してね。お姉ちゃんがサービスしちゃうよ。いいよ、あげちゃうあげちゃう。お姉ちゃんを食べて。なんてね。お姉ちゃんは売り物じゃありません。クレープを注文してくれると嬉しいな。全然お客さんが来なくて材料が余ってるから。それにわざわざ注文しなくてもお姉ちゃんは最初から君のものだからね。はい、どうぞ。手早く焼いたよ、お姉ちゃん特製の激甘クレープ。美味しそうに何かを食べる仕草や表情は昔と同じ。うん、今の君は覚えてないだろうけど、お姉ちゃんはずっと君のお姉ちゃんなんだ。よくわかんない妄想みたいに聞こえるかもしれないけど、おかしな女の人だなって。君は怖くなって二度と会ってくれなくなるかもしれないけど、言わせてね。たとえ何があっても、どれだけ世界が変貌しても滅んでも、私が君のお姉ちゃんだっていう事実は変わらないよ。それだけはお願い、どうか忘れないでね。